秋田内陸線宇後中里駅でうまいを探せというミッションに挑んだ今回、布屋酒店を後にし再び駅周辺を歩いていると大きな野菜を育てている畑を発見。気になったのでお話を伺ってみました。あ、ごめんください。 AKT 秋田テレビと申しますけれども、すごいこう白菜とか大根とかあるちょっとお話をお伺いしたいなと思ったんですけど、すいません、お昼時にちょっとカメラ入っても大丈夫ですか？大丈夫ですか？お昼時ごめんなさい。これお母さん一人で、一人でやってるんですか？地元の方で。私地元。こんな白菜でかいけどまだ収穫しないんですか？まだ柔らかいです。まだまだ茹でるまで。あ、そうなんですか？あ、大根も？大根も茹でるまで。もう取ってくれ言わんばかりに出てきますけど。取って食べてるですよ。あ、食べてます？いや、これ実はですね、中里駅からうまいを探せなんですよ。すいません。いや、うまそうだなと思ってですね。お母さん作った野菜とかあれば嬉しいななんて思ってですね。まだ収穫してみような。あ、してないですか？これからだそう。あ、これからか。これはもうご自宅用って感じですか？そう。あ、残念ながらうまいものにはありつけず、阿部さん突然すみませんでした。途方に暮れ先ほど訪れた布屋酒店をもう一度訪ねてみると、ご主人から山の幸を美味しく料理する元気な母さんがいるとの情報をゲット。早速向かってみました。 AKT 秋田テレビですけれども、はい、ちょっと中入ってよろしいですか？どうぞどうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。あのお母さん、布屋酒店さんからちょっとご紹介をいただいて、はい、まあ元気なお母さんがいると。そしてお母さんおいくつですか？78歳です。あららら、まだ元気なお母さんがいらっしゃる。その元気なお母さんが山の幸持ってるというですね、はい、情報をいただきまして、はい、舞茸はここにあります。まあ、これね、これね、これちょっといいですか、こっち出して。いいですよ、いいです。あららららら ら, 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 ら、これお母さん取ってきたやつ。私は腰受けからあれを言うか。うちのうんちさん。あ、そうなんですか、うん、これは何ですか？うわ、でっか。これはナメコです。でっか。これはむくだけっていう、うん、じゃあ本当今日これをちょっといただける運び、はいはい、いいですか、はいはい、あらあらあら、ありがとうございます。突然の訪問にもかかわらず心よく調理してくださいました。天然の大きななめこと舞茸、そして門脇さんのお宅で採れた栗までご用意していただきました。佳代子さんが作っていただきました。はい、まずこのあれですね、なめこと、はい、これの舞茸、はい、栗、はい、もう全部この中里の、はい、そうです、地元のもの、はい、地物、これいただきたいと思いますよ。いただきます。はい、どうぞ。うまっ、肉肉しい。いつも食べてるなめこじゃないですか？はい、そうです。あの栽培はちょっとあの柔らかすぎて、うん、この天然のなめこみたいなサクサクしないんです。そう、弾力がある、はい、これ半端ないですね。じゃあ次はこう舞茸。うまっ、食感がすごいっていうか、うん、すげえの天然かー。じっくりですよ、かやこさん。うん、うん、言ってること全然違いますね、やっぱり、はい、あら、またこの追加で、ね、あー、これね、はい、はい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 、これですよ。おー、めっちゃ好き、これ。これが、このね、食感がね、これうまい。白飯欲しかった。
だから口とか見るとお孫さんいらっしゃいますか？いや、お孫はいるけど、うちにはいないです。あ、そうなんですね、うん、行くからねって電話を汚すんです。あら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 、はいはいはい。あー、じゃあもう電話もらった時はもうね、はい、いろんなこういうの美味しいものを用意して、うご中里駅からうまいを探す旅。いやー、もう天然ですよ、なめこと、舞茸と水の芽、はい、あと香山さんの栗ですよ、はい、もうこの上ないうまさでございました。突然来たのにすいません。いえいえ、ありがとうございました。一緒にコンプリートってやってもらっていいですか？ミッションコンプリートありがとうございます。最高最高。